ガンバ大阪藤本純吾、幼き頃サッカーと出会い憧れた選手とは。ラモン・ディアスっていう左利きのフォワードがいて、左足しか使わないですよ、切り返しとか。柔らかいシュートも打てば、結構鋭いシュートも打つし、こう自分がループとかそういうシュートすごい好きになったきっかけだと思います。ラモン・ディアス、その左足で何度もネットを揺らしたアルゼンチンのストライカー、 J リーグ初代得点王。同じ左利きで、当時僕もフォワードやってて、ボールの受け方とか蹴り方とか、相手をちょんってちょっとかわして逆サイドにループシュート打ったりとか、ビデオ見たりとかしてました。今でもプレー見て勉強しますし、左足のキックでここまでずっとやってこれたと思ってるんで、さらに精度を磨いて細かいところでもしっかりできるようにやっていきたいと思います。藤本純吾のヒーロー。